大統一編といたしまして、中華統一に向けて戦略を練って参ろうと思います。まあ、今までも中華統一に向けて戦略は練っていたんですが、さてまずですね、戦費が湧くのはなんか北地を持っていると湧くっていうですねコメントをいただいたので、試しに取らないで置いといてみましょうね。64、95、あー用意されちゃった。いきそう、これはいきそう、待ち来い。